アデライデ・ディトリノは、イブレアの一部の女偏境白、トリノ女皇。最後のアルデイーノ家の人物であり、たびたび誤って、スーザと関連づけて、アデライデ・ディ・スーザとも呼ばれる。アデライデはまた十枚にあたる、同時代のトスカーナ女白、マティルダ・ディカノスサと比較されることもある。アデライデ・ディ・スーザ・アデライデ・ディトリノは、1014年前後、もしくは1020年前後に、トリノ偏境白、 オルデリーコ・マンフレーディ2世とベルタディミラノの娘として生まれた。幼少期についてはよくわかっていない。アデライデにはイミリアとベルタという二人の妹がいた。また兄弟が一人いたとされているが、名前が伝わっておらず、父より先に死去している。そのため、1033、4年12月にオルデリーコ・マンフレーディ2世が死去すると、 その医療の大部分をアデライデが継承することになった。具体的にはトリノ、アウリタエ、アスティといった諸白領が受け継がれた。またアルベンガ、アルバ、ブレドゥーロ、ベンティミーリアも継承したが、実際には権力が及ばなかったと考えられている。継承直後は母のベルタが一時期接症を務めた。もともと偏境伯は軍事色の強い地位であることから、 女性がつくことは適切ではないと考えられた。そこで1036、7年、皇帝コンラート2世が妻ギーゼラの連れ子である、シュバーベンコーヘルマン4世をアデライデと結婚させることにした。これにより、ヘルマン4世は鳥の辺境白を継承した。しかし彼は、間もなく、コンラート2世に従いナポリエンセイに出て、そこで薬病により命を落とした。アデライデは、 自らの膨大な財産を守るため、おそらく1041年、少なくとも1042年1月19日以前に、モンフェラート公をエンリコと再婚した。しかしエンリコも1045年頃に死去した。翌1046年、アデライデはサボイヤ博、オットーネと三度目の結婚をした。彼との間には、後のサボイヤ博ピエトロ一世、アメーデオ二世、アスティ司教、 オットネという三人の息子が生まれた。また、ベルタとアデライデという二人の娘があった。前者は皇帝ハインリヒ四世の、後者はシュバーベン大公ドイツ大立王、ルドルフ・フォン・ラインフェルデンと結婚することになる。三人目の夫、オットーネも1057、60年に死去した後、アデライデは再婚することなく、息子のピエトロ一世やアメデオ二世と共に、 トリノ辺境白領とサブヤ白領を統治した。アデライデが首都をトリノからスーザに移して永住したとする説があるが、誤りである。実際には、辺境白の宮殿は従来通りトリノにあったとする文献が圧倒的に多く残っている。1070年、アデライデは反乱を起こしたアスティを制圧し、焼き払った。1069年、皇帝ハインリヒヨンセイが、 アデライデの娘である皇后ベルタと離婚しようと格索する騒動が持ち上がった。これにより、アデライデと皇帝家との関係は一気に冷え込んだ。しかし1077年にハインリヒ4世が教皇グレゴリウス7世に謝罪するためカノッサに向かった、いわゆるカノッサの屈辱の際には、ベルタの尽力もあって、アデライデは皇帝が事業を通り、イタリアに入る手助けをした。 その見返りとして、アデライデは皇帝からビュージェイを与えられた。また、アデライデと息子アメーデオ2世は、ハインリヒ4世、ベルタ夫妻に同行して、カノッサに赴き、マティルダ・ディカノッサやアルベルト・アッツォ2世デスステラと共に、教皇、皇帝官の朝廷に尽力した。その後、ジョニン県闘争の中でハインリヒ四世とグレゴリウス七世の間の戦争が激化する中、 1080年から1082年にかけて皇帝派の聖職者アルバのベンツォからアデライデに向け皇帝への協力を求める書簡が何度か送られている。これ以降アデライデは皇帝により接近するようになり皇帝とマキルダディカノッサとの間の調停を行ったり1084年のハインディヒヨンセイの南イタリア遠征に同行したりしている。アデライデは 鳥の辺境白梁内の諸修道院に多くの寄進を行った。また1064年にはピネローロにサンタマリア修道院を創建した。彼女は教皇アレクサンデル2世、ペトルスダミアにグレゴリウス7世といった数多くの著名な聖職者と書簡のやり取りをしている。そこから時にはグレゴリウス改革に賛同し、時には反対したという彼女の態度が読み取れる。 1073年のペトルス・ダミアニア1073年のグレゴリウス7世の書簡ではアデライデに聖職者の締結を推進しフラトゥーリアやサンミケーレデラ・キューザの修道院を保護するよう求めている。一方1066、七年のアレクサンデル2世の書簡はグイドダ・ベラーテによるミラノ大使教威をめぐる聖職売買に対するアデライデの対応を非難する内容になっている。 アデライデは1 9 9 1年12月に死去した。後世の伝承によると、彼女はクオルニエのカニスキオ教会に葬られたという。ここは、おそらく、彼女が死ぬまでの22年間を隠れて暮らしていた、場所であったのだ、というものである。ただ、イギリスの中世史家チャールズ・ウィリアム・プレバティオルトンは、この伝説を、馬鹿げたものだとしている。スーザのドゥ・オーモの壁にあるニッチに、 クルミの木でできた彫像がある。その上には、ひざまずき祈るアデライデという説明が書かれたブロンズ製の板が置かれている。後世のオーストリアの文献の語伝により、アデライデがヘルマン4世との間に幸運んでいったと言われることがある。しかし実際にはヘルマン4世は、わずかな結婚生活しか送れぬまま遠方で、先病死し、後継者を残すことがなかった。 また2番目の夫エンリコとの間にも、子が生まれなかった。3番目の夫、夫、ネディサボイアとの間には、以下の5人の子が生まれた。ありがとうございます。